どうもー、山田です。はい、本日からですね、メガセプテンバーイベントの第2週目が始まりました。はい。先週もですね、ヒードランを取れたりだとか、あとは、メガピジョットのね、解放のためにですね、皆さんまでね、レイドをやってたりとかね、したんですけれども、先週さ、メガピジョットあれ解放されたんかね。ね、メガレイドをみんなでやって、その回数や累計いくらをパーってしたら、メガピジョット解放されるよって言われたんですけども、2周目入ったけどさ、1周目のクリアだったかどうか、発表ないよね。多分ナイアンティックさんの休憩がね、今ほら、お休み期間なんでナイアンティックがね、が終わったら発表来るのかななんてね、思っております。普通に作りたいからね、メガピジョットね。はい。ということで、第1周目のね、結果着地がどうなってるかわかりませんが、第2週目頑張っていきましょう。楽しんでいきましょうということで、2週目はですね、スピアとか、あとは虫タイプですよねを結構こうフューチャーした、そんな感じのイベントとなっているんですが、すでにですねちょっとイベント開始してからおやおやと思ったことが、今始まっておりまして、今日この後ね、後半戦普通にゲーム内プレイするんですけども、ちょっとね、これ多分皆様も把握しといた方がいいことがあるので、最初にそれをお話しさせていただきます。今回のメガセプテンバーイベントっていうのは、野生でですね、虫タイプのポケモンが出現率が大幅に上がっております。また、スペシャルリサーチもそれにちょっと関連付けられていて、そしてですね、メガスピアがですね、結構活躍するよというようなイベントになっています。どういうことかというと、今回の、2週目のメガセプテンバーっていうのは、ゴーロケット団ですよね。っていうのをめちゃくちゃ倒すと、メガヘルガーが、解放されるよと、全トレーナーでですね、ジムバトル、ゴーロケット団とのバトル、トレーナーバトルの累計が2億7500万回、っていう感じになっているんですよね。もちろんジム戦をやってもいいんですけれども、どちらかというとね、ゴーロケット団、とのバトルでってやると、いや、シャドウの厳選とかもできるし、星の砂も手に入るし、みたいなところもね、ありますので、結構そこをね、僕メインでやろうと思っていたんですよ。なんですけれども、ちょっとですね、今日は僕ロケット団はあんまりやらないでおこうかなと思っています。というのもですね、今回のメガセプテンバーの第2週目っていうのは、ロケット団が使ってくる、シャドウポケモンたちのラインナップが変わりますよというアナウンスが事前にはあったんですよね。で、そのアナウンスの中ではですね、ぶっちゃけ、スピアですよね。っていうのが有利だよと、はっきり言うとその虫タイプとか、っていうのが、弱点になるポケモンっていうのを、ゴーロケット団が今回の期間は使いますよというふうに言われているんですよね。さらに今回メガスピアがこの期間中だけですね、さらになんか強化されるよと、いったことがですね、言われておりました。なので、じゃあメガスピアをですね、こうメガ進化させて、それを使ってゴーロケット団を回ろうみたいな感じでね、ちょっと考えていたんですけども、そういう動画を撮ろうかなと思ったんですけども、ゴーロケット団がそれ反映されて今日ないんですよね。だからもしかしたらちょっと不具合が発生しているのか、何かが多分ちょっとね、間違っちゃってると思うんですよ。どういう感じになるかわかんないんですけど、なので、ちょっとそれが来るまでは、いや、メガ進化ってね、ほら、エナジー使うからちょっともったいないじゃないですか。効率的に、かつ、ロケット団をバンバン倒している、メガスピア取りたかったんですけども、今日はちょっとそれきついな、ということで、反映され次第頑張ろうかなと。とはいえね、今日から、いろんな他の要素はね、来ているので、他のところをちょっと触っていこうかなと思います。ということで、早速ですね、スペシャルリサーチがね、来ておりますので、こちら見ていきましょう。はい。で、今回ですね、リモートレイドパス3枚ですよね、が、ポケコイン1で購入できるボックスがまた来ております。これ皆様、間違えずにっていうか、忘れずに、購入しておきましょうね、と。はい。はい、そしてメガセプテンバーイベント1周目のメガバトルチャレンジ。はい。こちらクリアしていくことですね、左下ですね。はい、これスピアのエナジーが、入手できます。なので、メガバトルチャレンジを進めて、エナジー貯めて、そして、スピアですよね、をメガ進化させて、ゴーロケット団と、バトルするっていうような、多分そういった流れをナイアンティックさんは描いてるんでしょうね。はい。なので、まず一旦この1枚目クリアしていきましょうか。レイドバトルを1回する。虫タイプのポケモン何匹捕まえる、ポケモン7回強化する。はい。で、5回強化してるんで、適当にあと2回強化しちゃいます。じゃあ、あと虫タイプを7匹捕まえるのとレイドバトルね。OK。じゃあもう、チャッキチャッキっと7匹捕まえてきちゃいます。暴れるね。おーし、ちょっとあれをね、リサーチもね、進めていたタイミングなんですけれども、本日から、復刻している、グレセリア。はい、招待いただいたのでね、ちょっとそちらの方に参加してこようと思います。それでは、久しぶりのグレセリアレイド。やっていきましょう。クレセリアもね、色違いとね、高校対地ね、目指す人もね、いるんじゃないでしょうか。はい。あい、いけいけいけ。いや、やっぱ技1で十分痛いんだよな。エスパーだからさ、クレセリア技1が。エスパー確定だからさ、もうゲンガーは刺さっちゃってしょうがない。あ、もうこれ落ちます。はい。しゃあないっす。これね、もう落ちるのはもう甘んじて受け入れないとダメですね。多分避けてもあれ倒れちゃうんじゃないかな。次避けてみようか、一応。あ、未来予知。はい、はい。あ、未来予知だったらいけるんだね。なるほどね。はい、オッケー。撃破しました。さあ。ちょっと、いや、CP と黒違い、あ、いやね、黒違いって何？色違い。チェックしていこっか。15か。1583ってことは、もうちょっと上が確かあるよね。ああ、やっぱそうですね。1633。はい。まあでも今回、レイドバトルをね、するってタスクもあるんでね。はい。普通にクリアできてよかったです。さあ。通常から。はい、オッケー。メガバトルチャレンジの1枚目完了でございます。よいしょー。はい、星の砂と、はい。あ、そっか。エナジーはね、そっか、表示ないのね。で、メガバトルを1回、メガレイドを1回トレーナーと対戦。おー、なるほど。で、経験値2000、砂も1000。あー、オッケーオッケー。トレーナーと対戦ってことは、GO バトルリーグでもいいのかな？ちょっと試していきますね。はい、オッケー。オッケー、トレーナーと対戦する、クリア。はい。ちょっと進めたかったんですけど、僕の今の家の周辺がですね、メガレイドが出てないんですよね。で、そうするとちょっと進められないので、すでにですね、この先、どういう感じのタスクがあるのか、まあ、次とかその先ですよね。っていうのが、まあ、クリア済みのプレイヤーさんのね、データとかがあって、判明しているので、一旦ですね、そこだけちょっと確認していこうと思います。もしもね、自分でね、ゲームプレイして、そこ見ていきたいよという感じの方はですね、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんでね、そこの辺はちょっとピッと飛ばしていただけると幸いです。はい、これが今、僕が、出たやつですよね。4分の2のところは、レイドバトル1回する、メガレイド1回する、トレーナーを対戦する。はい。まあ、GO バトルリーグで、今、普通に進んだので、GO バトルリーグを、やるのでいいと思います。で、これ、トレーナーと対戦するっていう表示なので、勝っても負けてもね、基本的には問題ないはずです。なので、まあ、ぜひやってみてください。ただ、なんか、不具合がね、なんかあるとか、ないとか、なんかカウント進んでない人とかもいるらしいですね。ちょっと、まあ、でもどういう状態でちょっと発生してるのか、ちょっと僕もわからないので、そういった方はですね、まあ、もう一回プレイするとか、もしくはまあリーグ変えるとか、アプリをもう一回再起動するとかね、そういったところで対応していくのが、まあ一旦いいのかなと思いました。で、メガレイドとレイドバトル、これ、一色たでメガレイドやっちゃった方がいいです。まあ、レイドバトルを一回やるで、例えばじゃあ、その辺にあるレイドを何でもいいから、ピンクでも黄色でもいいから、とりあえずやるっていう風にするのではなくて、メガレイド、で、一回のね、パスで、いわゆる二度、クリアできますので、そっちで、まあ、消化した方が、まあ、いいのかななんて思います。そして3枚目が、タスク内容が、まず、レイドバトルを3回する。はい。あとは、ゴーロケット団、下っ端とのバトルを3回する。そして、ポケモンをメガ進化させる。あ、やっぱりこれ、3枚目のタスクは、メガ進化させた上で、ゴーロケット団、つまりは、メガスピアか。メガスピアをメガ進化させる。させたやつで、ロケット団倒す。で、まあ、レイドバトルもかな。結構、あれなんですよ。メガスピアとかが有利に立ち回れるようなね、レイドボスっていうのも今出てきているので、まあ、一旦そう進化させて、そのメガスピアで、ぜひやってくださいっていうことなんだと思います。お膳立てされてる感じしますね。で、4枚目に関してはこれ入力中ってあるけど、まあ、おそらくいつも通りだったら、4枚目っていうのは基本的になんかこなすんじゃなくて、もう報酬だけポンポンポンともらう系だと、これ思うけどな。っていう感じでございます。なんで、まあ、ロケットなんですよね。初日からゴリゴリにやらなくてもいいかなとちょっと思いました。はい。実際ね、虫タイプのポケモンたちが活躍するような、ゴーロケット団の手持ちに切り替わったタイミングでね、やればいいと思います。まあ、明日とかね、ちょっと様子見じゃないですか、土曜日とか。ね。うん。で、これゲームイズの方も書いてるんですけども、今回野生のポケモンね、結構虫タイプ出てるんですけども、そう、ここ。ね、今回、まあもちろんレディバもね、僕厳選ね、色違い欲しいから頑張りますけれども、どちらかというとですね、この2匹ですよね。カイロスに関してはさっき報酬で出てきてたんですよ。はい、ここ。はい、レイドバトル3回するの報酬でカイロスがゲットできるし、まあ野生のポケモンとしてストライクもまあ普段よりはちょっと出るしっていう感じになっていて、そいつらのメガ進化ですよね。っていうのが、まあ将来的には来ます。メガハッサム、メガカイロスってポケモンは実装されているので、本家の方ではね。っていうことを考えると、今回ちょっとこいつらはね、厳選しどきかなと思いました。まあストライクもカイロスも、普段めっちゃ出ないかと言われれば、まあ、たまたまに出るんですけど、出現率アップってなかなかないですね。このメガ進化の直前ということで、確実にこれは今やっとけよ、みたいな、そういうナイアンティクさん側のね、思惑あると思うんで、皆様ぜひ厳選しておきましょう。でですね、今日は僕メガ進化させないんですけども、実はメガ進化周りでスピア、今、不具合が来てます。何かというとですね、よいしょと。はい、まあ、今3匹か、僕、スピアがね、こうやって1、2、3といるんですけれども、こいつらをメガ進化させたいなと、メガ進化ボタンを押した後をちょっとご確認ください。はい、まずこの CP124 スピア、はい、メガ進化させようとすると、はい、CP が3336になりますよと、バカだけ3200も上がっちゃうのっていうね。まあ、メガ進化ってそれは CP 上がるもんなんですけれども、まずちょっとこれの上がり幅がちょっと異常なんですよね。メガ進化実装された初日とかだったら、これチェックした時に、まあ、言うて1000ちょっとみたいな、1200ぐらいだったかな、ぐらいしか上がんなかったんですよ。だからすげえ上がってて、うわ、なんかメガ進化、のスピアを強化されたかなと思ったらですね、まあ、そういうことじゃなくてですね、こっち見てください。さっきのは124。これ896です。こいつをメガ進化させようとすると、はい、4017。さらにこっち、1483のスピア。こいつを進化させようとすると、3835。はい。そのスピアが今どの程度の CP なのかっていうので、こう、均等に上がってるのかと思いきや、そんなことないんですよね。なんかちょっとね、対応してないんですよ。何かがおかしいんですよね。で、これなんですけども、実際にこの後メガ進化をさせた方とかがいたんですよね。で、そしたらですね、この CP にならなかったらしいんですね。だから、メガ進化スピア自体が今ちょっと不具合っていうのは、このメガ進化ボタンを押して、何の CP になりますっていう表示出るんですけども、これが、まあ、嘘です。はい。数字がバグってます。ということなので、まあ、皆様ですね、この数字見てギョッとしないでください。あとその、実際のね、まあ、今回の期間でメガスピアがとんでもなく強化されたのかみたいな、CP がすごいこうね、追加されてるのかと言われれば、そうではありません。ただまあ、今回のメガスピアがね、有利な、イベントにはなっているので、まあ、そういった意味ではね、もちろんいいイベントなんですけど、このメガ進化ボタンの CP だけは皆様信用しないようにお気をつけください。では最後にですね、今日、また入れ替わりましたレイドボスですよね、の方ちょっと見ていこうと思います。先ほども言った通りですね、メガスピアとか、虫タイプのポケモンがですね、今回有利に立ち回れるような、ロケット弾及びレイドに、まあ、なってきております。まずメガレイドですよね。まあ、ここに関しては最近変わりません。不思議花、リザードンとカメックスと。ここはまあ別に虫である云々っていうのは、あんまり、関係ないのかなと。まあ、でも星5以下ですよね。っていうのは結構メガスピアをね、使ったりとか、虫タイプとかね、飛行タイプとかそういうのは有利に立ち回れるような感じにはなっております。星5が、クレセリア、黒卵ですね。そして黄色の卵、星3レイドがアローラナシー、エーフィー、ノクタス、シザリがアブソルと、いうことで、まあ虫確かにね、虫で、結構ダメージ出るやんけというような、やつでございます。そして星1がニューラ、この花、キルリア、ゴチムと、いう風になっております。まあ、この中にですね、厳選したいポケモンがいる方はですね、まあ、レイドバトルやってみてもいいのかな、なんて思います。で、まあ僕メガスピアでね、こいつら、まあ、ちょっと戦ってみようかなと思うんですけれどもね、メガってさ、実際問題、その、4時間しかね、まあ、慣れないだとか、あとは、その、まあ、メガスピア出した時に、メガスピアに、のタイプですよね、の技のブーストはかかるんですけれども、結局他の人らが虫とか使ってなかったら、このブースト効果って意味なくなっちゃうんですよ。うん、だから、まあ、別にこいつは全部をメガスピアでやるべきとまでは別に言わないんですけれども、まあ、使ってみるのもね、面白いのかなと。つうか、この2周目に、クレセリアぶつけてきてる理由、しかも新技とか、入れずに、復刻してるっていうのは、まあ、僕はですね、まあ、なんかメガスピアをしっかりと押している期間だからこそなのかなというふうにね、まあ、ナイアンティックさんがあえてここに被せてきたんじゃないかななんてね、思っております。はい。ということでですね、まあ、今回ですね、ゴーロケットであったりとか、あとレディは狙ったりとか、まだまだやれることがありますので、ちょっとね、まあ、僕もポケ活ちょっとこの1週間頑張ろうと思います。はい。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだTwitter、Instagram やっております。よかったらフォローをお願いします。山チャンネル公式 LINE スタンプございますので、よかったら概要欄から見ていってください。それじゃ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。